こちらの下水処理場の水槽の中で赤ちゃんの遺体が見つかったということです。警察によりますと、昨日午後2時45分ごろ、大阪市住之江区にある下水処理場で赤ちゃんのような遺体が流れ着いたと職員から通報がありました。赤ちゃんは下水の浮遊物などが流れ着く受け入れ槽の中でへその緒がついた状態で見つかったということで、搬送先の病院で死亡が確認されました。司法解剖の結果、赤ちゃんは身長およそ30センチの女の子で、妊娠4ヶ月から6ヶ月で生まれたとみられます。また生まれたのは3月中旬で死産だったということです。警察は死体遺棄事件として捜査しています。